チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯はでっかいオムライス。では食べましょう。ちなみにね、横に置いてあるトミカはね、サイズ比較のため、これ通常トミカです。この大きさ、だいたいね、比較してみてください。はい、それぐらいでかいオムライス、いただきます。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんちの晩ご飯、いただきます。オムライスです。ということで、いただきます。ね、今日もゆるっと過ごしてね、ゆるっと過ごしすぎて映画も見えへん。いや、今でもね、3時ぐらい前に動画作っとってん、編集結構取りやめたってん。まだ全然できてない、全部ができてない。何やったんやろ、できてない。迷う、やってもいい、ちょっと迷う。迷うかけるかも、ちょっと迷うと思う。ちょっと迷うと思う。嬉しい。美味しい。見てください、赤の具がニンニク餃子。おっと、もちろん。ドレッシングが昨日の生トマト、新トマト生ドレッシング見てんかな。美味しいな、優しいな。近いうちまた出かけんのよ、大阪に行かなあかんことがあって行くねんけど、ね、大阪行くのとね、あとちょっと近くで発電したいなと思って場所探しして、まあね、アポ取ってちょっと感じるね。難しいよね、ロケ。地元ね、個人店でランチやると、全国からやったら行かれへんから参考にならんっていう人もいる。逆に、全国どこでも食べられるチェーン店。チェーン店なんてどこでも食べられるから、見てて面白ないっていう。わがままか。だから、そこをどうしようかなって迷ってんの。でも、向こう、動画見て、美味しそうやな。奈良まで来てよ、食べに。ね。ね。ね。目だけ町で食べてる姿、新しい店見る。それだけでええねんっていう人もいてくれるんでね。結構、あとチェーン店で紹介してくれたから行きたくなってんって言ってくれる人、まあ3万ぐらいからね。なんかまあバランスよく、ここでしか食べられへんのね、全国で食べられるっていうのを紹介していこうかなと思ってもいいんだよ。何も稼ぎが薄いもんで、
外食は結構あれがかかるの、元手がかかるんだよね。だからなかなか頻繁には行かれへんねんけど、うん、ジグザグ時代ね、なんならって言ったら、なんだい柿の外し、そうめん、あと何やろって言われたらあんまりないよね。で、関西って言ったら何やろ、粉もんね、感じで。焼肉とかって見ててね、美味しそうやけど、肉ってね、どうなんだろうってとこもあるしね。うん。難しいよね。焼肉みたいな。どっちでもいいけどね。うん。うん。うん。いいフレンチ見つけたよ、高かったよ、うん、わさびの店見つけていいなと思ってみたら結構高かった。海鮮系がいいかな。そしたら海に行きたくないでしょ、うん、難しいわ、なると。うん、なんかね、いろいろ考えていかなあかんこともあるしね、うん、そう、逃げたとこはいっぱいあんねんね、煮干しが効いてるなもんだな。煮干しが入っとったやっぱり。なんか、目悪いからスープの中しいたけやと思って。で飲んだら煮干しの味効いてるし、うん、煮干しの味効いてんなみたいな。ガッツリ煮干しやね。煮干しのスープ美味しいな。煮干しのスープ美味しい。パイ出しでいくわ。天然でしょ、あの天然というか天然の無添加でしょ。ほんまにね、煮干しを買ったよね。その煮干しを煮出してちゃんと出しとってね、うん、いや、かつお節とかもパック買ったりとか、実際かつお節で取ったりとか昆布で取ったりとかね、うん、天然だし食べるともう化学だしなら食べられへん。おやつにね、子供が煮干しを頭からポリポリ食べるときもあるね、そのまま健康的でしょ。昔ね、お金がなかった頃、子供がちっちゃい頃にね、おやつ買ってあげられへんかった。で、うん、うん、
化学だし使いたくなくて、煮干し、いりことか出やすいから買っといて、 おやつに食べときって言って煮干し渡しといて、それがおやつになって大人になっても煮干しポリポリ食べる。もうね、ちっちゃい時ミキちゃんマグロしたからほんまにいろいろと辛い人生を歩んできてるから、ある意味こういうどん底を味わってるとここから上がるだけしかないからね。家族全員で大変なんですかね。天然物を使うとちょっとタコつく時もあるけどね。ごちそうさまでした。今日スープが残ってた。こうやってね、今日も一日終わるんだね。一日ね、あっちゅう間に終わりますわ。まあこれもね、人生。この一日一日をね、大切に生きていかなあかんよ。日に日にね、残りの命を削って生きとんねんから、毎日ね、有意義に生きて、命に関する感謝でも残さずに美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、オムライスと、ね、サラダと煮干しのスープ、美味しかったです。ごちそうさまでした。ほぼほぼね、無添加、まあケチャップは市販のケチャップやけど、まあこんな感じで美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ニンニクたっぷり餃子の入りのオムライス、なかなか美味しかったね。はい、ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。